今日はそら豆のスパゲッティを作っていきます。今回はそら豆のスパゲッティですね。まあこの手打ちパスタのスパゲッティで今回合わせる感じになるんですけども、もちろんあのお好みでタリオリーニだったりあのタリアテッレでも非常に相性がいいでしょうし、あとはこのファーベ、そら豆ですよね、はやはりこう春の風物詩というか、あのイタリアに春がやっとやってきたみたいな話で、あの日本のそら豆と比べて非常にその個体が小さいんですよね。若いうちに食べるんで、あのその皮まで柔らかく食べられるみたいなところがあって、これをこのままもう加熱せずに剥いてそのまま食べるっていう、まあ、それに合わせてあのペコリのフレスコなんですけど、これをあの結構トスカーナでこのそら豆とこのペコリのトスカーナのフレスコですよね、柔らかいチーズと一緒に食べてちょっとこう白ワインを飲むみたいな、これはまあすごい非常にこうトスカーナらしいというかイタリアの春っぽいなと思って、まあ、そのペコリのトスカーナと合わせて、でそれに合わせてこの葉玉ねぎですね、葉玉ねぎイタリアではチポロッキっていうんですけども、そのフレッシュさを合わせて、あとオリーブオイルでシンプルに作っていきます。はい、では作っていきますね。まあこのそら豆、あのバッチェリー、イタリア語全土的にはファーベですよね、これをまあ剥いていくんですけど、まあ、日本でもそら豆って非常にあのポピュラーな野菜だと思うので、まあ、このその最初のこのなんていうか、ね、上の部分を取って、でまあこの筋を取っていく感じですよね。でまあこのまま開いてあげて、こういうふうにどんどん取っていきます。それでまあ最初にもお伝えしたんですけども、このイタリアのそのそら豆ですよね、まあ、結構この薄皮の部分もあの柔らかく美味しく食べれるので、っていうのはこのそら豆自身があの小さいうちから、要は日本で日本の人がイメージするそら豆よりもよっぽどこう小さい、あの個体が小さいんですよね。なのでもうこれをこのままここの何でしょう、この部分を取って、もうこのままちょっと一個今食べますけど、あの本当にこう身が柔らかくて、ですごくフレッシュで美味しいんですよね。なんでまあこれをあのパスタに使っていくんですけども、もしこのそのそら豆自体の個体がもし大きかったら、まあ、これをもう本当シンプルに、結構この乾燥してないもうフレッシュの状態でこれを剥いていくんで、まあ、手でこうやってきれいに取れるんですよね。だもしあの表面の皮が気になる、要は個体の大きいものとかはこういう風に剥いてもいいかもしれません。じゃあどんどんこういう感じで掃除していきますね。でもしこう剥がれにくい場合があったら、こう包丁でこう表面だけ、こう表面というかこの、まあ、剥きやすいようにってことですよね。そしたらもうこうつるっと剥けますんで、まあ、どんどんこんな感じで掃除していきます。はい、ではこのそら豆のこのくっついてた部分ですよね、ここが硬いのでこれを全部取っていきますね。ここですね、本当に手でポロッと取れるのでどんどん取っていきます。じゃあこんな感じで全部取っていきますね。はい、ではこのチポロッティ、葉玉ねぎですよね、を切っていきますね。まあ、ちょっと表面硬そうだったらちょっと取ってあげて、まあ、この辺の部分はブロードとかに使ってあげたらいいんじゃないでしょうか。まあ、本当にザクザクと切りたいんですが、まあ、ちょっとその繊維を断ち切ってあげて、まあ、このまま切っていきますね。オリーブオイルで炒めていきますね。ではこの玉ねぎがこう、まあニンニクを炒めるときとほぼ同じような流れですよね。ちょっとゆっくり炒めていく感じにしますね。でこっちのパスタのお湯が沸いたので塩を入れてパスタを茹でていきます。
まあ、大体塩分はいつもの 1% ぐらいのしっかり塩分がついてるお水でお湯で茹でてあげるのがいいですよね。でしっかり塩分が入っているところにパスタを茹でていきますね。でこのパスタフレスカを茹でるときはいつも伝えてるんですけれども、このお湯がしっかり温度が上がるまでしっかり待ってあげるのがいいですよね。今ちょっと寒いんで火を強めますね。やっぱりこのパスタを入れて温度が軽く下がってしまうので、もちろんあのお店とかすごく大きい鍋でやってるときはそこまで重要しなくても大丈夫だと思うんですけど、なるべくこう温度がしっかり上がってから軽くあのほぐしてあげるのをおすすめします。はい、ではこのパスタのそのお湯ですよね、温度がしっかり上がったのを確認して軽くこうほぐしてあげるのがいいですよね。まあ、やはりこのパスタフレスカは優しく、この、まあ、打ちたてなのでってことですね、あのその素材パスタを壊さないように軽くほぐしてあげるのがいいですよね。ではこちらのチポロッティがこう優しく火が入ったので、ここにそら豆を入れていきますね。でこのそら豆を入れたら全体をちょっとこうオリーブオイルなじませてあげて、今温度が下がったので火を強めますね。で結構このそら豆の火の入れ方なんですけど、あのイタリア的にはあのストゥファートって言って、あの結構これをあのお水とか水分、まあ、ブロードでもいいんですけど入れて加熱して本当に柔らかくなるまで加熱するんですけど、まあ、今回はあのそのファーベバッチェリーのフレッシュのそら豆なので、あのもう加熱しなくても食べれる美味しさなんですよね。なのでこれをもう本当にさっと軽く炒めてパスタに合わせる感じにします。ここで塩を振って、あのそのそら豆の、まあ、下味的程度の塩分と、あとこの塩も一緒に焼いてって感じですね。でなるべく最初にもお伝えしたいんですけれども、あんまりこう色をつけずにあの焼いてで、まあ、この柔らかい美味しさを生かしたいですよね。でもこれぐらいになったら火を弱めて、であとはもうパスタ合わせるだけって感じですね。ではパスタの硬さがしっかりこう味見をして美味しい柔らかさで茹でてあげるのがいいですよね。今ちょっと温度が寒いので、ちょっとこのフライパンの方もあの合わせるときに温度を上げるのをおすすめします。でこちらの温度が上がったので合わせていきますね。でこちらに水分がほとんどないので、もう軽くあの水はここまで切らなくても大丈夫です。でまあここで最後しっかり合わせてあげる感じですよね。最後味見をして、ちょっと最後の塩分の確認と、これでしっかり塩分を仕上げてあげてください。ではこれで盛り付けていきます。はい、では盛り付けていきますね。結構この盛り付けてる時にも感じるんですけど、このそら豆の香りがやはり春を感じますよね。ではこうちょっと仕上げにこのペコリのトスカーナのフレスコですよね、この表面のちょっと硬いところを外して、まあ、このまま落としちゃいましょうか。でもちろん削って入れてもいいんですけど、ちょっとこう手でちぎっても存在感があって面白いというか、一緒に混ぜながら食べても美味しいんじゃないでしょうか。結構このチーズがやっぱり柔らかくて、やはりこのそら豆と相性がいいですよね。
最後仕上げにオリーブオイルを。はい、ではこれで完成です。そら豆のスパゲッティですね。